皆さんこんにちは。今回は DBD モバイルにてサダコを使って遊んでいきたいと思います。さあ、ついにモバイルの地に降り立ったサダコさんなんですけれども、新キラーサダコ、新サバイバー浅川陽一ともに非常に入手難易度が高いキャラクターとなっておりまして、というのもここからね、2週間ぐらいイベントが続くんですけど、そのイベント期間中はガチャで金スキンかプラチナスキンを出さないと入手することができない、まあ、使うことができないという仕様になっております。さあさあ、よいしょ。ただこのイベントがね、終わった後は今まで通りオーリックセルで普通に解放することができるということなので、あんまりねガチャを回したくないよという方は、まあ、今はねガチャを回さず普通に耐えてもらって、イベントが終わってから普通にね、よいしょ、解放するとかでもいいかなと思いますし、それでも今使いたいんだという方はガチャを頑張って回してもらえばいいかなと思います。で、貞子の能力なんですけれども、貞子はねやっぱりもう探知不可と、まあ、奇襲が非常に強いキラーなんですよね。まず幽体化と具現化という能力がありまして、今幽体化したんですけれども、幽体化中は攻撃ができなくなる代わりに探知不可状態になって、なんか姿がね消えたり見えたりするんで、めっちゃ接近に気づきづらくなるんですよね。まあ、レイスみたいな感じです。なので奇襲が非常に強い。で、具現化する際もそんなにねレイスほど足が遅くならないし、時間もあんまりかからないんで、結構普通にね探知不可でサバイバーに近づいてすぐ具現化してサバイバーを殴るっていうのがやりやすいかなと思います。あ、来ましたね。こんな感じですぐ具現化して殴ると。で、まあこれはちょっとどうしよう、ネアを追っちゃいますか。よいしょ、 OK。 さあ、ネアちゃん2回目です。で、幽体化中は、このね、なんか、白いね、オーラが見えてると思うんですけど、はい、こうやってね、白いオーラがテレビなんですけれども、そこにワープすることができます。なので、移動力も結構高いです。ただ、一回飛んだ、テレビは100秒間使用不可になるんで、なんか使い続けるのは無理と。お、これはいける。まあ、こんな感じでね、非常に奇襲が強い。で、テレビにワープすることができるんで移動力も高いと。さあさあ、あなたは1回目ですね。で、モバイルってあのステインがね結構壁越しに見えたりすると思うんですけれども、貞子の場合幽体化でステインをね探知不可になって消すことができるんで、結構ねこれを切り替えて戦うことにより、まあ、板グルとかそういったチェイスでかなり強いんじゃないかと思っております。まあ、モバイルだったら結構強いんじゃないかなって思いますね。あ、これ気づいてない、まさか。おい、これが貞子の強み。で、この今ダウンしたネアが、なんかね、白いオーラなんか白いね、輪っかで覆われてると思うんですけれども、これね、呪いが進行しておりまして、このテレビにワープしたときに、このテレビの16メートル以内にサバイバーがいると、あ、誰かおんな。はいはい。まあ、このサバイバーは、呪いゲージが、あら、溜まります。よいしょ。で、キラー側からは見えないんですけれども、呪いゲージは7メモリありまして、そのメモリがね、マックスになると、よいしょ。そのままメメントでサバイバーを処刑することができると。お、マジか。今なりましたね。これね、あの、全然、
決まらないというか、ほんとね、本家だと、もう忘れ去られるぐらい、影が薄い能力になってるんですけど、いきなり決まるか、これは。ただ、なんでワープしてないのにメモリが溜まったかというと、多分このサバイバーがですね、テレビから呪いのビデオを抜き取ってて、よいしょ。その話はちょっと置いといて、先にメメントしちゃいましょう。いいね。はい、さっくりメメントできるんで、非常に楽です。多分ね、サバイバーが、テレビから呪いのビデオを抜き取ることができるんですけど、まあ、そのね、呪いのビデオを抜き取ると、テレビが消えて、貞子はね、ワープすることができなくなるんで、結構サバイバーはね、テレビをそうやって消したりして、貞子がワープできないようにという対策をする場合もあるんですけれども、ちょっとミスっちゃうと、ああいう感じで、ゲージが、マックスになってしまうと。で、マックスになった場合は、どっかのテレビから呪いのビデオを抜き取って、そのね、ビデオを、違うテレビに、ぶち込むと、その呪いがね、ゲージが減少するということで、それがうまくいかなかったとは、という感じですね、さっきのは。めちゃめちゃつたない説明になっておりますけれども、まあ、呪いのビデオに関してはほんとちょっとおまけぐらいの能力にはなってるんですけど、まあ、基本はね、ほんとこの探知不可、幽体化の探知不可で、戦っていくというのが、貞子の良さかなと。あらー、これは、届く。さて、さっきの人追いに行きましょうか。いや、ほんとね、心音がないっていうだけで、かなり、サバイバーもね、接近に気づきづらくなると思いますし、しかも、めちゃめちゃ見づらいんでね。なんか、不気味な効果音は鳴ってるんで、ある程度接近には気づくんですけど。お、こういう感じで奇襲が決めれたりすると。さっきのも、直前まで幽体化だったんで、ステインとかも見えずに、板を越えちゃったんじゃないかと、思っております。で、なんか血の跡あったな。あ、いましたね。はい、これも気づいてないということで、これが貞子の強みなんだな。よいしょ。まあ、レイスとかだと本当鐘を鳴らしてね、透明化解除してっていうあの時間中に届かん。サバイバーに距離取られたりするので厄介なんですけど、貞子の場合結構ね、幽体化と具現化の切り分けが早いんで、そこも非常に使いやすい点かなと思います。これも本来やったらね、ステインもろ見えだと思うんですけど、よいしょ。いい感じで決まったな。こういう感じで、奇襲も、奇襲じゃないな、チェイスでね、サバイバーの裏も取りやすいと。でまあ、最後になりましたが、ちょっとパークをね、今回、レベルがまだ1なんで、1個しかつけてませんけど、海の呼び声。もうこのパークはね、ほんと今、本家でも猛威を振るってるパークの一つで、発電機を蹴ると 200% の速度で、その発電機の、修理進行度が後退してって、で、そのね、発電機をサバイバーがまた修理して、スキルチェックで成功すると、そのたんびに爆発通知が入るんで、まあ、索敵も強いと。まあ、遅延索敵が強いパークなんで、ぜひともね、手に入れたいパークかなと。
発電機は蹴らないといけないけど、まあ、破滅並みのね、遅延効果があって、さらに索敵もいけるということで、めちゃめちゃおすすめのパークです。貞子をね、入手して、なるべくこのパークは入手した方がいいんじゃないかと思います。はい、というわけでイベント期間中はかなり入手難易度も高いんで、すぐにね手に入れなければいけないということもないですけれども、能力もモバイルだったら結構強いかなと思いますし、固有パークも非常に強力なんで、ぜひ手に入れて使ってみてほしいキラーとなっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。